ハーリド・ハヌーシはモロッコのメクネス出身のマラソン選手。現在はアメリカ国籍である。日本で用いられている古称はハーリド・ハヌーシが最も正確だが、よりアラビア語に近く表記するとハーリド・ハン・ヌーシーとなる。ジュニア時代より中長距離走にて活躍していたが、1990年代の初め頃から、 モロッコの競技団体と練習費用をめぐって衝突し、1992年に友人3人と共にニューヨークのブルックリンに移住した。1996年にアメリカ人のサンドラ・イノアと結婚し、その後アメリカ国籍を取得した。2人はニューヨーク州に住んでおり、サンドラはエージェントとコーチとして彼を支援している。1997年にシカゴマラソンで、 マラソンへ挑戦し、2時間07分10秒の初マラソン世界記録で優勝した。1999年シカゴマラソンでは、前年のベルリンマラソンでロナウド・ダ・コスタが記録した2時間06分05秒の世界記録を更新し、人類初の2時間6分の壁を破る2時間05分42秒の世界最高記録で優勝した。2002年ロンドンマラソンでは、 トラック競技での第一人者であるハイレ・ゲブレ・セラシェ、ポール・テルガトの両人を相手にセリ勝ち、自身の世界記録を4秒更新する2時間05分38秒で優勝した。このレースで、ハヌー氏は人類史上初めて2時間5分台を複数回記録したランナーとなった。同年のシカゴマラソンでも途中で高岡樹勢に先頭集団から大きく抜け出されるものの、 終盤に追い上げて逆転し、2時間0 5分56秒で自身3度目の2時間5分台をマークして優勝した。その後もたびたびマラソンを走ったが、度重なる故障でアメリカの五輪予選会に出られなかったりしたため、マラソンでの五輪出場は叶わなかった。2007年のニューヨークシティマラソンを最後に長らく、マラソンに出場しなかったが、2012年3月28日に、 正式に現役引退を表明した。ありがとうございます。